どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ホノルル、ダニエル K 井上空港にね来ているわけなんですけども、今回ですねハワイにね数日で滞在いたしますので、本日ですね1個目のホテルにですねこれから行きたいなと思います。で、前回のね細かい話かなんかで言ったと思うんですけども、このねハワイからホノルルの送迎ですね、クルックの 99% オフキャンペーンで購入することができましたんで、60円ぐらいでねこの送迎購入することができました。本来ね6000円ぐらいしますんで、まあ、非常にありがたいんですけども、 HIS がね運行してるみたいなんで、ちょっとそちらのデスクね行きたいなと思います。では行きましょう。このクルックのねツアーで予約すると HIS 経由になるみたいですね。ですんでここに来れば利用することができて、もう名前言えばね予約確認ができますので、非常に楽でいいですね。ですので、まあ、利用する方ね、もしかしたらいるかもしれませんので、ぜひね、覚えておいてください。それではバス到着です。乗っていきたいと思います。番号はね、これを呼ばれますんで、番号。今25番って呼ばれました。で、バッグを預けて乗る感じですね。私はバッグありません。それでは出発です。いいですね、リムジンをチャーターしてる人もいます。ではホテル向かいます。車内はこんな感じ、バンみたいな感じで乗せていただけます。乗ってるのはねまさかのね3組ということで、まあ、これだけで出発しちゃうんですね。はい、なんかタイミングが悪いのかちょっと詳しいことは分かりませんけども、3つのホテルを寄って戻るみたいな、そんな感じなんでしょうか。ということでワイキキのねホテルまで寄られたいと思います。約30分ぐらいだと思いますかね。ということでホテル到着いたしました。まあ私ねスーツケース持ってなかったんで、あの通りの向かいでいいかって聞かれて、いいですよっつって反対側に下ろしていただきました。ちょっと遠いかもしれないですけど、レイローって書いてありますね。ということで今回なんですけども、このねレイローオートグラフコレクションに一泊ねお世話になります。こちらねマリオットボンボイの系列のホテルということで、このハワイのねマリオット系列って結構たくさんあって、このねワイキキにもねかなりたくさんあるわけなんですけども、今回ねマリオットボンボイの一番低いね必要ポイントなんですよね、このレイローって。で今回予約させていただいたのが46,000ポイントで、ちょこちょこねチェックしてたんですけども、残念ながらね変わらず、ずっと46,000ポイントということで、まあ、今回ね46,000ポイントで利用させていただきたいなと思います。ということで信号がねなかなか青にならないですね。はい、なんかあるのかな、みんなね信号無視して渡ってますね。全然青にならない信号なのかなということでちょっと待ってねチェックインしていきたいと思います。どんな感じなんでしょうね、46,000ポイント。多分ねあのマリオットボンボイのねこのハワイのホテルっていうのはリゾート料金がねかかりますね。多分50ドルか30ドルがねポイント宿泊であっても多分取られると思うんですよね。ポイント交換の時にね確か入ってたと思うんですけども、それちょっとねあんま覚えてないんでね、はい、まあ多分かかると思います。ヒルトンはねこちらステータス持ってればねこのリゾート料金ねあの免除、まあ、あのかからないんですけども、残念ながらねマリオットはかかるということで、まあ、ハワイがねあのメインで利用されたい方はヒルトンでね利用した方が、まあ、お得にね利用することができますね。マリオットはねせっかくポイント貯めたのに1泊何ドルっていうねリゾート料金取られちゃいますんでね。ということで行っちゃいたいと思います。ということでこれ入り口かな、ちょっと行ってみましょう。チェックインフローがどこにあるかわからない。ハロー This is a Leilo Hotel? Yes. Ah, yes. 日本の方で、そうなんです。あ、日本の方、日本語でね。いやいやいや、ありがとうございます。日本語の方が常にいらっしゃるんですか。いや常にではないんですけど、もう一人日本語喋れる。ああそうなんですね、いいですね、はい、あとちょっと片言だけど、はい、少し喋れる。で今あのギフトショップの方にあの日本語喋れる方がいて。ああそうなんですね。ということで無事チェックイン完了しました。もうねチェックインさせていただけたんでありがたいですね。ここはねチェックインデスクということで、
ここチェックインデスクですかって聞いてしまいましたね。ということで行きましょう。しかもまだね朝10時なのにチェックインさせていただけたということで非常にありがたいですね。ということで客室フロアに到着。今回は905ということでどうでしょうか。ここですね、はい、で隣が非常口になっているみたいです。ということで入りましょう。おー広い。はい、ということで中に入ってまいりました。広っ。わすごっ、何これ、めちゃくちゃ広い。あらすごいですね、コーナースイートみたいな。そうですね、見てください、こちらにソファエリアもある。いやすごいな。ちょっと一個ずつ見ていきましょう。はい、ということで、まずですねどこから見ていきましょうか。いやすごいですね、いやすごいやすごいですね。今回ねスイートナイトアワードとか使ってないので、あのなんていうんですか、4万7千ポイントでどんな感じのホテルが泊まれるのか、どんな感じの客室アップグレードが受けられるのかということで今回ねあのこちら利用させていただいたわけなんですけども、まさかのスイートアップグレード来ましたね。いやありがたい。ハワイですよこの客室いくらするんだろうな。はい、ということでベッドから行きましょうか。はい、ベッドには特に何にもないかな。こちらにUSB Type A と、USB Type A と AC かありますね。あとベッドランプがあって、でこちらにめちゃくちゃ大きいベッドがあります。でこっち側にはこれですね、ああ USB Type A2 つと AC2 つで、奥にも USB Type A があるんで、いやいいですね、めちゃくちゃコンセントある。こんなにコンセントあるのも珍しいですね。あと時計もついていて、でソファーエリアです。はい、ですごいな、これはちょっと後で紹介しましょうかね。で反対側に一人用の椅子置いてあるという感じですね。グラスとか氷とかあります。で上に本とかね、まあこれはあれですね、おしゃれな感じになっておりまして、下に冷蔵庫です。ハワイはいいですね、どこでも冷蔵庫はちゃんとあるんでね。ちゃんと冷えてます？よいしょ。あ、大丈夫そうですね。はい。ニューヨークとか普通に壊れてますんでね。でこちらですね。はい、ソファーエリアということで、ちょうどベッドがあってこっち側にソファーエリアもう一個あってみたいな。いやすごいですね。いやいい。こっちもいいですね。はい。結構広いです。コンセントがちょっとね奥にあるぐらいで、特にね何にもないですけども、まあ、テレビも見えない位置なんでね、まあ、ここでまあ食事するみたいなのもいいんじゃないかなと思います。まあデスクはね2つありますんでね、いいですね。でも仕事できるようなデスクみたいなのは、まあ、あっちが兼用みたいな感じですかね。でテレビです。70インチぐらいですかね。はい、テレビがあります。であとリモコンと電話で、ここら辺はまあ入ってないですね多分ね。はい、ではバスルーム行ってみましょうか。あ、その前にこちらですね。はい、あガウンがあるんだ、すごい。レオートグラフコレクションなんですよねここね。私ガウンなんてないと思ってたらガウンあるんですね。で追加の枕とアイロン台とかねあります。金庫は下にあります。でこちらにアイロンと、でこちらがバスルームです。はい、こんな感じです。でこちらはアメニティですね。グラスもちゃんと置いてあって、石鹸、ハンドソープと、これはハンドソープとボディーローションですね。で、あこちらフェイスソープが別にあって、あすごい、ハワイでは珍しいんじゃないですか、まあ、コットンみたいなのと綿棒、あと何これ、メイクアップリムーバーとか入ってますね。珍しいですね、ハワイといえばアメニティは全然ないイメージなんですけども、皆さんそうでもないですかね。はい、まあマリオット泊まるのね、ハワイではかなり久しぶりなんでね。はい、でこちらがバスルームという感じです。はい、固定式のシャワーが一つだけで、アメニティは
こちらですね。どれが前なんだろう。あ、これレイローの名前が入ってるから ね、これなんですね、全部ね、おしゃれですね。はい、こんな感じになっております。で、先ほど見えたね、こちらなんですけども、これちょっとステータス特典と一緒に紹介しましょうかね。はい、気になる景色、まあ、ここはね、そんなにビーチに近くないんで、まあ、シティビューになると思うんですが、どうでしょうか。よいしょ、どっちに開くのこれ。開いた。おー、ああ、まさにシティビューですね。はい、残念ながらビーチとかダイヤモンドヘッドとか、まあ、そういった観光名所は特に見えないですけども、いかがでしょうか。ちょうどビーチが向こうですかね。はい、いや、でも非常にいいですね。で、今回ね、コーナースイートということで、もう一個こちらにはね、椅子とか用意されておりますね。はい、こんな感じで。で、こちらもシティビュー、よいしょ、こんな感じになっております。いや、いいですね。はい、こんな感じになっております。ということで、今回ですね、レイローオートグラフコレクションですね、一泊ね、宿泊させていただきます。今回ね、4万6000ポイントで宿泊させていただいて、プラチナステータスの特典としては、まずね、このアップグレードですよね。いやね、ハワイですからね、めちゃくちゃ高いでしょうね、この客室。いや、ありがたいですね。これがステータスで、しかもね、まだ朝の10時にもかかわらずチェックインしていただけるっていうね、めちゃくちゃありがたいです。はい、プラチナになってね、また良かったなっていう再確認ですね。はい、こういった形になっておりまして、プラチナステータスの特典としては、まずね、ラウンジはありません。ラウンジはなしです。で、アップグレードね、今回コーナースイート、一泊ね、アップグレードさせていただいて、またですね、このホテルには、朝食もしくは、15ドルのね、朝食オフチケット、まあ、これを選択するか、もう一個は何だったっけな、これか750マリオットボンボイポイント、まあ、これがどっちか選択できるみたいな感じですね。ですけども、これね、一応エリート朝食券なんですけども、まあ、そんなにね、豪華な朝食ではね、ないんじゃないかななんていうふうに思っております。最近ね、このマリオットボンボイ系のステータスのね、朝食っていうのはね、まあ、そんなに良くないっていうのはね、結構見られてますんで、多分ワンプレートみたいなのが、まあ、軽くもらえるみたいな、そんな感じなのではないかと思っております。はい、で、追加でね、注文したかったら、これで、ね、15ドルオフもね、使えるんで、まあ、どっちを選ぶかはね、まあ、そっちの人次第っていう感じですね。もう一つですね、 1000ポイントもしくは、売店でのね、10ドルクレジット、どっちがいいですかということで、まあ、私どっちでもよかったんですけども、まあね、あの、ハワイのなんかね、ご当地のなんか食べ物とか飲み物とかね、そういったなんか紹介できそうなものをね、もらえるんだったら、まあ、そっちがいいなと思ってたんですけども、売店で10ドルだったらね、まあ、どっちでもいいかなということで、今回ね、マリオットボンボイポイント1000ポイントをね、選択させていただきました。で、またですね、このホテルには、30ドルか35ドルのね、リゾート料金がかかります。ちょっと前に言ってると思うんですけども、ヒルトンはね、かかんないんですよ、ステータス持ってると。でも、マリオットはね、かかるんですよね。これがね、ヒルトンとマリオットの結構大きなポイントになっておりまして、このヒルトンだったらね、ステータス持ってるとこのリゾート料金かかんないんですけども、マリオットはステータスを持っていてもリゾート料金がポイント宿泊でもかかります。ですので、今回こう4万6000ポイント払ってるんですけども、プラス30ドル、まあ、今の日本円で5000円から6000円ぐらいね、かかるっていう風になりますんで、これね、非常に残念ポイントではありますよね。で、30から35ドルかかるんですけども、まあ、こちらのね、アクティビティが利用することができるっていった形になります。ちょっとね、これ写真撮ってね、ちょっとこれにね、貼っておきたいなと思うんですけども、こちらがですね、ウェルカムバスケットですね。これが35ドルっていうところで、まあ、実はっていうわけじゃないんですけど、ここのね、通り一回ね、撮影して、あの、撮影できてなかったんでちょっとぐちゃってますけども、このね、セット後でね、紹介しますけども、このセットがですね、この35ドル分に、まあ、入っているっていう感じですね。
で、あと、Wi-Fi アクセス、あとアクティビティがね毎日やってまして、このねちっちゃい紙全部日本語で書いてありますんで、で裏には英語で書いてあるんでね、非常に分かりやすくていいですよね。で毎日アクティビティがやっていて、エンターテインメントが DJ 演奏がね毎日6時から9時までやっていたりですね、またねプールサイドで無料のサービスがフローズンフルーツ11時半より、飲み物のサンプル、午後12時からで午後1時からかき氷みたいなね、まあこういった感じで利用することができるっていうふうになっております。これは非常にいいですよね。それ以外にも自転車の貸し出しであったり、タオルの貸し出し、ロビーにて英語の新聞、24時間フィットネスセンター、1日1時間のアメリカ国内と長距離の電話代、国際電話は含まれておりません。あとクイーンズワイキキルアウチケット 15% 割引のプロモーションコードが、まあ、もら使えるという、まあこういった感じになります。まあこれがねで利用することができるっていうふうになりますんで、これはねいいですね。まあ30ドルね取られてますんで、まあそこはねちょっとね今円安なんでね、だから5000ぐらい取られちゃうっていうふうになりますんで、ちょっとね残念ですよね。あとね支配人であろう人からね、あのこういったね紙が来ていて、あとねこのボックスの中なんですけども、まずお水が2本ですね。まあこれはステータス特典って言っても、まあ、過言ではないんですが、こちらあとねいいですよね。ダックかわいい、はい、ダックですね、はい、レイローダックがねもらえます。こういったね袋に入ってね、はい、これはかわいいですね、はい、またうちに飾りたいと思います。であとマウイのチップス2ついただきました。であとサンダル B さんですね、はい、まあこれが30ドルのねこのバスケットに入っているという感じですね。これ私最初ねステータス特典かと思ってたら、この30ドルの代替品みたいな、まあそんな感じですね。あとチョコレートバーが1個もらいました。はい、こんな感じのね、はい、いただきました。まあこれもマウイ島のやつっぽいですね、はい、メイドインハワイって書いてありますね、はい、こういう感じで、あとポストカードが2枚と、はい、レイローの名前がね入っておりますということで、こんな感じですかね、はい、にしてもこのアップグレードは本当にびっくりですね。めちゃめちゃありがたいですしね、非常に高そうですね、はい、ということでマリオットボンボイポイントでね、このハワイで一番安いねホテルは、まあ、こういった感じになるということで、まあ、ちょっと客室はね参考にならないんですけども、まあ、特典としてはねこんな感じになりますんで、まあ、30ドルはね、まあ、かかるわけなんですけども、ポイント宿泊ね予定されている方はぜひね参考にしてみていただければなと思います。それでは仕事が終わらないんでプールに行ってフローズンフルーツがいただけるそうなんでもらいたいと思います。それではプールはですね、ロビーの隣のチェックインデスクの横にあるということで、朝6時から夜の9時まで使えるということでいいですね。めちゃくちゃ日差し強いで、ここにね売店があって、お水とあとね日焼け止めも置いてあるということで、めちゃくちゃいいですね、はい、ということでこれは塗っておきましょう。ビーチタオルもここで借りるみたいですね、うん、ちょっと顔がどれぐらい濡れてるかマジで全然わかんないんですけど、いやでもここにあってよかった、はい、今回ねやってしまったことに日焼け止めを持ってくるのを忘れたんですよ。前回っていうか去年のね世界一周で本当にめちゃくちゃ焼けてやばかったんですよねもうそろそろ40になりますね。よしということで11時半になったらねなんかもらえるらしいんで、それをちょっと見つつ仕事の終わるのを待ちたいと思います。売店にはこういったものが売ってるんですね。このレイローカラーなのかな、これは。はい、でも非常におしゃれな、でさりげないマリオットボンボイあります。だから売店っていうよりか本当にお土産ショップみたいな感じですね。コーヒー。だからなんかお酒が飲みたいとかね、はい、そういった補充には全然ならない感じですね。はい、サングラスとか持ってます。で。ここでねビーチタオル借りれるみたいなんで、ここでねまあお部屋等々言って借りると、で11時半から冷凍フルーツがもらえて、12時から飲み物がもらえて、ちょっとまた1時からねかき氷とかもらえるみたいなんですけど、ちょっとそれはねさすがにあの外行きたいんで、それはちょっと明日もし時間あればちょっともらいたいなと思います。ではちょっとのんびりしましょうかね、うだうだしましょう。
よいしょ。いやいいですね、ハワイに来てる感じがしますね。このプールといい、この太陽といい、いいですね。はい、まあこのホテルもね、あのビーチからそんな近くないんでね、あのビーチに行きたい人はねちょっと選択肢に入ってこないかもしれないですけども、まあ、プールでよくてっていう方だったらね、まあ、結構いいんじゃないかななんていうふうに思いますかね。はい、ということで冷凍フルーツがもらえるみたいです。何がもらえるのかはちょっと分かりません。ということでちょっとねうだうだしつつ30分ぐらいゆっくりしたいと思います。思った以上に利用してる人が多くてびっくりですね。やっぱりプールがあると海には行かないんですかね。まあプールでいいやっていうのも、まあお酒も飲みやすいですしね、あるのかもしれませんね。はい、ということで11時半になりました。冷凍マンゴーですね。はい、こういったねサービスがあるんですね。面白いですね。ということでサクッといただきたいと思います。ということでいただきます。手がねあの汚れてるんでそのまま放り込みたいと思います。あ、冷たい。でも美味しいです。はい、であれなんですね、ここはもう本当に目の前が客室になってるっていう感じで、だからプールサイドなんかね、客室にプールサイドって名前がねついてるところがいくつかあったんですよね。ですのでそれはこのプールサイドにねそのまま出れる客室みたいな感じですね。はい、いやーすごいですね。うん、あっちのね日陰、あの屋根付きのところ、あれは有料なんですかね。誰も座ってないしロープされちゃってますんでね、反対側のところはね OK みたいですけども。ということでもうちょっとうだうだしたいと思います。それでは時刻は12時になりました。今ねジュースを配っておりますね。はい、こういった感じでもらえるみたいですね。 Thank you。 Enjoy。 ということでいただきます。ではアップルマンゴーサイダーみたいな、そんな感じです。美味しいですね。うん、うまい。ということでもうねアップロードが終わったと思いますね。動画をアップして外の方に行きたいと思います。では1時になりましたので今ねかき氷のサービスがやっております。ということでいただいて帰りましょう。Thank you。 ではねかき氷ゲットしました。これ無料なのいいですね。はい、こちらは1時から無料で提供されております。ではいただきます。うん、私はねマンゴーとストロベリーとあと練乳かけてコンデンスミルクかけてもらいました。うん、うまい。カップはね、サイズ感分かるか分かんないけど、ね、結構でかいですよね。はい、これはいいですね。これは無料で食べれるっていうのは怖いですね。はい、これも買ったら多分5ドルぐらい取られるんじゃないですか。すぐ金の話をしちゃう。まあ、でもやっぱりね、甘いものはこれですね、あのお水が欲しくなりますね。ここで食べちゃった方がいいですね。はい、あのフリーのお水もプールサイドにありますし、日焼け止めもフリーでね置いてあるんで、これめちゃくちゃいいですよね。ということであとはサクッといただいていきたいと思います。ではこちらですね。いやいいな、なんとお水とルームテンパレーチャー、これは常温のお水って意味かな。まあ、あのスパークリングもある、炭酸水もあるんですね。これはいいですね。炭酸水買おうと思ってたらいらないですね。はい、ということでこちらにお水と電子レンジ、あとよいしょ、こちら氷、まあ氷置いてあるってことは飲み物用の氷なんでしょうねきっとね。はい、なんか袋に入っててますけど、はい、まあ、こちら使えるという感じですね。まあハワイはねお水買うのも高いんでね、これはめちゃくちゃいいですね。自由に使えるのはまたいいです。うまい。
そしてここから出てくるのもちゃんと冷たいお水なんですね。ということで、このあれですね、氷はあの入れるやつの、やかだからあのビリーナ入ってるっぽいですね。ということで、ではお出かけ行きましょう。それでは客室に帰ってきて、時刻は12時ぐらいになりました。まあ、帰ってからね、ずっと仕事、まあ、編集作業ね、進めてたわけなんですけども、こちらね、ホテルのバルコニーからの夜景です。いかがでしょうか。結構綺麗じゃないでしょうか。そうでもないかな。まあ、ちょっとね、海沿いの方が見られないのはね、残念ではあるんですが、まあ、こういった感じでね、景色が楽しめるのはいいのではないのかなと思います。で、まあ、そこまでね変わらないと思いますけども、こちらが、もう一つのバルコニーの方の夜景です。いやー、綺麗ですね。まあ、こちらはね、椅子とかがありますね。ちょっとここにね、椅子に座って一杯飲みながら夜景を楽しむなんてこともいいのではないのかなと思います。いや、オズモポケット今夜景モニターで見てるんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。こんな小さいカメラでこんなに夜景綺麗に撮れてすごいですね。で、下を見るとこんな感じになります。はい、ということで今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の8時ぐらい、ホテルの朝食を食べに行きます。このエリートブレックファーストいただきたいと思うんですが、どんな感じでしょうかね。朝食会場はこんな感じです。非常におしゃれですね。こんな感じで素敵ですね。じゃあちょっと聞いてみましょう。それではエリートブレックファースト到着です。間違いなくスクランブルエッグって頼んだんですけどね。まあいいでしょう、はい、ということでいただきます。やはりね、エリートブレックファーストはね、本当に簡易的な感じで、まあ、追加でオーダーしてくれみたいな、そんな感じなんですかね。ハワイのね、マリオットホテルのあのステータスのね、朝食はどこもねこんな感じみたいなんで、この点は覚えておきましょう。朝食会場はこんな感じで、すごい素敵ですね。屋根があるところとないところ、まあ、テラス席みたいな感じになってます。はい、ということで、時刻はね11時くらいになりました。そろそろねパッキングして、あのチェックアウトねしていきたいなと思います。で、今回ですね、レートチェックアウトもね利用することができた、ちょっとね言い忘れちゃったと思うんですけども、今回ね16時までこの部屋使っていいですよっていう話でした。ですのでね、プラチナステータスとしてね、16時までレートチェックアウトね利用することができたということで、非常にいいですね。ちょっと私はねこれからパッキングしてチェックアウトしますんで、まあ12時とか1時とかにチェックアウトになると思うんですけども、まあ16時までね利用できるって、やっぱりねプラチナステータスすごいですね。はい。で、またね、このハワイでですね、このね、スイートルームね、アップグレードしていただきましたんで、いや、非常にね、ありがたい限りですね。はい。久しぶりにね、なんかマリオットプラチナになってよかったなっていう感じがして、はい。どうでしょうか。まあ、国内だとね、最近国内もあんまり泊まりに行ってないので、まあ、国内のアップグレードとかね、聞くと、そんなでもないみたいなね、話を結構聞くんですけども、やっぱりね、はい、持つべきものはステータスでしたね。まさかのね、ハワイでスイートアップグレードね、非常にありがたいです。ということで、最後ね、まとめさせていただくと、今回ね、このレイローオートグラフコレクション、マリオットボンボイホテル系ですね、今回1泊4万6000ポイントで、宿泊させていただきました。まあ、今回ね、一番低いポイントでどういった感じのホテルになるのかっていうところをね、お見せしたくて、宿泊ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、プラチナステータスね、ちょっとアップグレードで、客室はね、あんまり参考にならなかったと思うんですけども、ホテルがね、ところどころね、こういったカラーがね、レイローの、なんつうか、テーマカラーなんですかね。はい、非常にオシャレでね、可愛い、ホテルになっているんで、本当になんか絵になるようなね、場所がね、結構ありますので、結構オシャレでね、いいと思います。で、またね、今回、プラチナステータスで利用できた特典なんですけども、まあ、朝食はね、先ほどお見せさせていただいた通り、まあ、簡単なね、
はい、エリートブレックファーストが利用することができます。で、ウェルカムギフトとして1000ポイント、もしくは、売店での10ドルのね、クレジットがどちらか選択。まあ、私は1000ポイントを選んだっていう感じですね。で、客室のアップグレード。で、レイトチェックアウトがね、今回プラチナステータスで、利用することができたということで、まあ、結構いいですよね。で、またね、無料のアクティビティね、ここね、30ドルのね、リゾートフィーがね、取られるっていう風になりますんで、まあ、ここはね、誰でもね、このポイントハグでも取られちゃうんで、まあ、その代わりとしてね、昨日紹介したサンダルとかね、ポテチとか、まあ、そういったものがもらえるっていうところですかね。はい。まあ、個人的にはですね、やはりね、お水が、下にね、お水があって、まあ、氷があるのはね、まあ、ホテルだったらね、どうでも氷があると思うんですけども、ハワイのホテルってね、お水すらね、お金取る、まあ、置いてない、結構多いんですよね。で、ウォーターサーバーはね、まあ、ある。まあ、ない場合もあるんですけども、まあ、それが結構多いんですけども、このホテルはですね、はい、お水もちゃんとウォーターサーバーでありますし、電子レンジもあって、またね、炭酸水とかもね、飲めるっていう風になりますんで、ここね、結構嬉しい方ね、多いんじゃないかな、なんていう風に思います。特にお酒とかも飲まれる方ね、結構いいんじゃないかなと個人的には思ったんですけど、どうでしょうかね。はい。そういった感じですかね。今回4万6千ポイントで、このね、レイルオートガルコレクションホテル、一泊ね、宿泊させていただきました。このホテルね、普通に泊まると、600ドルぐらいでしたね。だいたい8万円か8万5千とか、まあ、そのぐらいする客室っていう風になりますんで、やはりね、ハワイは高いですね。はい、今ね、円安の影響も受けてますんでね、はい、かなり高いですけども、今回ね、4万6千ポイントで宿泊することができたっていう形になります。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。